アルミ製のフライパンも物ともせず矢を貫通させるボウガン去年兵庫県で4人が撃たれ死傷するなど凶悪事件が相次いだことを受け来年3月までに施行される改正銃刀法では所持が原則禁止許可制となります現在持っている人も法律の施行から6ヶ月以内に許可の申請か廃棄をする必要があります 全道警察署においてクロスボウの無償での引き取りを実施しております警察署に持参の上廃棄依頼をしていただければと思います同警では先月末までにすでに71本の棒がんを引き取ったということです